これはですね、きょんちゃんの理想のエッチ。おお、確かに合ってるかも。交通レンジャーのきょんちゃんです。今日は心理テストをやっていきたいと思います。内容が恋愛に関するものだということだそうです。ちょっと恋愛について暴かれちゃうのかなとドキドキしています。で、質問をしてくれる人を呼んでいます。てんちゃん。はい、てんの声、てんちゃんです。きょんちゃん、今日よろしくね。はい、よろしくお願いします。時間がないからね、早速いくよ。バニラアイスにトッピングするなら次のうちのどれ、うん、A. いちごジャム、 B. 抹茶シロップ、うん、C. ナッツ&ドライフルーツ、 D. チョコレートシロップ。おー、あ、もう私すぐ思いつきました。いいですか？どうぞ。 A、B、C のナッツ&ドライフルーツ。これはですね、何の心理テストかというと、はい、きょんちゃんが恋人に求めているもの。おお。C の人はですね、はい、じゃん、恋人に知性を求める。一緒にいて退屈な人には興味なし。おお。楽しく会話が弾むこと、センスが良くてフットワークが軽いことを大事にします。どう、合ってる？合ってる、合ってるかも。おお、すごいね。合ってる。あ、すごい。会話して面白くないとね、まずなんかこう、まず知りたいなとも思わなくなるかもしれない。好きな人と海外旅行に行くとしたら次のうちどこがいい？ A. 秘境、 B.遺跡、 C 大都会、 D 南の島。うーん、これもいいけど、秘境か遺跡か大都会か南の島。南の島。おー、これはですね、これはですね、恋に夢中になる度合いを表してですね。南の島を選んだ人は恋に夢中になると 100%。 好きな人ができると周りが見えなくなり、愛こそ全てと甘く美しい夢の世界にどっぷりハマってしまいがちです。当たってるかも。やばいね。ちょっと事務所的には恋愛禁止にした方がいいね、これ。デートの待ち合わせ、うん、10分過ぎても相手が現れません。あなたの反応は？ A. 遅いとイライラする。 B. スマホで時間つぶし。 C. 今どこと連絡する。 D. なんかあったのかなと心配になる。さあ、誰？これは正直に答えるべきですよね。もちろん。今どこっていう。おー、これはですね、浮気を許せるかどうかっていう。きょんちゃんが選んだ今どこと連絡する人は常識的で真面目なタイプ。浮気は絶対に許したくありませんが、プライドが邪魔をして見て見ぬふりをしてしまうことも。それでも限界を超えた場合は一刀両断、パサ、あなたから別れを切り出すでしょう。確かに浮気は許せません。絶対に許せない。浮気するやつはもう。好きな人へのプレゼントを選ぶ時のポイントは、うーん、 A. センスの良さ、 B. 話題性、 C. 使いやすさ、 D. ブランド。さあ、誰ですか？好きな人へのプレゼントを選ぶときのポイントは、センスの良さ、話題性、使いやすさ、ブランド。相手にもよるなぁ。でも A、 センスの良さ、うん、おお、これはですね、キャンちゃんの結婚観なんですね。それで結婚観わかるんですね。結婚後の2人の
甘い生活を夢見ているタイプ、居心地のいい家庭を作ることに喜びを感じる、結婚後はできるだけ家庭優先の生活をしたいという願望がありそう。やばいね、結婚と同時に引退しちゃうバカだな。やば、私結婚するんで引退しますみたいな。失恋した時に最も効果的な心の回復法は次のうちどれ？ A. 友達と食事する。 B. 勉強や仕事に打ち込む。 C. スポーツで汗を流す。 D. ひたすら泣く。いや、これはもうね、一択ですね。 C. スポーツで汗を流す。うん、え、そうじゃないですか。これはですね、キョンちゃんにとって人生のベストパートナーとはどういう人か。情熱的な人です。お互いに叱咤激励し合える、人生の同志のような人と一緒にいれば刺激的で充実した日々を送ることができそう。え、いいくないですかこれ。いいね。いいですよね。なんかさ、キョンちゃんなんかちょっと上がってる感じだよね。上がっちゃいますね、これは。上がっちゃってるよね。え、でもそうだと思います。さあ、後半戦いきますよ。え、聞いてくれないんですか。後半戦。はい。あなたがなりたい動物は次のうちのどれですか。 A. シマウマ。 B. 黒い馬。 C. イルカ。 D. フクロウ。フクロウ。シマウマか黒い馬かイルカかフクロウ。袋。袋ね。だってなんか危険そうだから、はい。はい。これはですね、キョンちゃんの性欲度なんですね。性欲の強さ 10%。 おお。確かに合ってるかも。森の賢者と言われ、素敵な鳥類として知られるフクロウは理性の象徴的な存在。あなた自身は欲望や本能よりも知性や理性を頼りにしているところがあるかもしれません。本能的な一面をあらわにすることは恥であると考える人物でしょう。ちなみにね、てんちゃんはイルカだったんだよね。え、もうすごい迷いました。そう、うん、イルカはね、性欲の強さ 100% 0か100かみたいな人だね、この人ね。お祭りの屋台で割り箸に刺さったスイーツといえば何？A. チョコバナナ。 B. カットパイナップル。ありますね。 C. わたがし。 D. リンゴ飴。いや、これは私すごいもともとそれが好きで公表してますね。お、それが好きで公表している、うん、はい、ズバリリンゴ飴。リンゴ飴、うん、リンゴ飴好きは多分みんな周知の事実じゃないかな。なるほど。これはですね、キョンちゃんはどんなタイプのエッチが好きかっていう。で、このリンゴ飴を選んだ人はですね、エッチには奥手、奥手で真面目、恋人とのマンネリ化は要注意だって。どうですか。どうですかって言われても。じゃあ次行きましょう。はい。恋人と初めてお部屋で過ごしています。ベッドカバーの色は何色？ 1. 黒。 2. 青。 3. 茶色。 4. 赤。結構すぐ決まるかも、これは。ズバリ。ズバリ B の青。どうですか。皆さん、キョンちゃん青ですよ。喜ばれる。これはですね、キョンちゃんの理想のエッチ、皆さんよく聞いてくださいね。ご奉仕したいタイプ、エッチでは相手に尽くし喜ばせたいと思っています。コメント欄が荒れてます。ちょっとよくわかんないですけど。はい、はい。新婚生活をスタートさせたあなた、ベッドカバーの柄は？ベッドカバー。1. 花柄。 2. アニマル柄。 3. 幾何学模様。 4. 宇宙的な絵柄。
これはまたベッドからベッドと続きましたけど、はい、こう一回ピュアに戻るってことはあるんですかね。ノーコメントです。じゃあ私は、はい、新婚生活でしょ、はい、こう綺麗な感じがいいから幾何学模様。幾何学模様、皆さんきょんちゃんは幾何学模様を選びましたよ。これはですね、きょんちゃんの好きなんですね。で、幾何学模様を選んだきょんちゃんはもうきょんちゃんが固まってしまいました。ということで最後の質問に入りたいと思います。まだあるの？じゃあ、ま、最後の問題です。怖い。指輪のサプライズプレゼント、あーいいですね。その時の演出方法は、うん、1. 風船の中に指輪を入れる。 2. 食べ物の中に指輪を隠す。街中で突然渡す。4. 豪華なリボンを飾りつける。どれも素敵ですけど、はいはい、どうですか。なんか食べ物はちょっと違うかなって思う。あーなるほどね、まあ、確かにそういうタイプじゃないかもね。何がだから、ということは残り3択ですね。どれですか。どれ選んでもダメージしかなさそうですけど。風船か街中か豪華な身分か。風船。風船、風船ですか。風船ですね。なんかということで皆さん、これでキョンちゃんの全てが暴露されます。これはですね、キョンちゃんの隠れた性癖。隠れてるの。はい、隠れてるので今は外に現れていません。で、キョンちゃんは実はどんなタイプかというとですね、非日常で興奮するタイプ。例えばカラオケボックスなど大胆な場所でエッチを妄想しがちです。ということでした。今日はもう本当キョンちゃんのことがいっぱい分かって、テンちゃんプレティー。テンちゃんだけじゃないですか。みんな喜んでるから大丈夫か。喜んでますよ、もうね。ねえみんな、なんかね、一個気になったのが、はい、お祭り。はいはいはい、はい、お祭り。箸に刺さったスイーツ、リンゴ飴なんだよね。てんちゃん何が好きなんですか。やっぱり綿菓子ですかね。綿菓子はエッチに対してピュアなタイプ。ノーマルプレイが好きって書いてあるんですけど、どこがピュアなんですかね。ということで、もうね、早く終わって、ポッとっとと帰りましょう。丸裸にされても、え、私の心理テストどうでしたでしょうか。皆さんもぜひやってみてください。丸裸にされちゃってください。じゃあねー。チャンネル登録とグッドボタンとコメントとベルマークよろしくお願いします。多分ね、今日いっぱいコメントがついてるから、その最後のコメントいらなかったかもね。